こんにちは。夢クッキングスクールの梅田です。さっぱりとしたスープでいただくベトナム料理の定番、牛肉のフォーを作っていきましょう。 IH でたっぷりのお湯を沸かしたら、牛肉を色が変わる程度に茹で上げます。茹で上げた牛肉を他の具材とともにナンプラーとごま油で和えておきましょう。たっぷりのお湯を沸かしたらフォーを入れ、茹ですぎないように IH のタイマーを利用して茹で上げていきます。鶏ガラのスープに味付けをしてフォーを入れ、先ほどの具材を乗せてレモンを絞ります。これでさっぱりとした牛肉のフォーの出来上がりです。